ゴールしときゃとりあえず形になったのに。パーム、フォアシかな。回復、よし。もうしょうがない、シャッフル、形にはする。よいしょ。もう今ちょっと多分なんかね、向いてない流れだから。ガンダーにはヒーリング、まあ、チヤホヤでもいい。チヤホヤで思いっきりなんだろうな、その選手にあって特殊能力を稼ぐのも手だよね。あるいは7アップってうまいんだよね。さあ来い。これはこっちだ。はい、よし、ムジアオ正解。はい、そうなるとこうか。まあ被害は浅い、大丈夫。よし、パームが3、フォーク方向と捉えればまだいける。監督に会っておく、で選手に会うと。はい、緩急プラスアルファ欲しいな。ノリノリ入った、よっしゃ。ノリノリのうちに青は踏んどこう。ゴール、よし。この次で変化球来てほしいな。ノリ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 状態で変化球来い。あ、あるね、あるけど、まあ間に合わないだろうな。シャッフルだし、ほい。まあまあまあ、あとは球速をどう上げるか。来い、宝箱。変化球4-5と、いいね。パームが伸び始めた。で、上だな、これは。ちょっと怖いけど。よいしょ。これで赤が青になるとか。あ、それもいいね。よいしょ。おーし、赤ムジでかい。いいよ。これでだいぶちょっと動きに幅が出るはず。よいしょ。ほい。球速3アップ。ちょっとずつ上げてこうや。で、来た、青点。青点入りました。よいしょ。で、よいしょ。よいしょ。回復、うまい。青点入って、で、これは、こう来てシャッフルでしょ。帰り道にも青を分散させる。作戦成功。割と一本道ずっと青ってできる。で、選手には会いたいな。会えないのかい。ゴール。思いのほかあの青天国で、なんか、落ちな、伸びなかったな。スタミナが。でも、パームがマックスまで行ったのはでかい。そして、もう一種類、スライダー方向。があるけど、ちょっとこのは、これ怖いよ。ほら来た、ほら来た、わかってた。なんかそんな気、遅い。数ターン遅い。にゃん !2 って、最小じゃないですか。どうしようかな。先こっちか。カレンさんのロックオンがない以上は焦らず行こう。宝箱。野球マン、カット。さ、野球マン会えるんだったら会いたい。これは。スタミナは上がんないけど。シャッフル。選手に会ってシャッフルで、彼、野球盤を近づける。あるいは回復。変化球も。バレた。参ったな。まあ、もう一個変化球あるから、シャッフルあるから、それを活かすとして、とりあえずこれは野球盤にやっとく。うい。オッケー、スタミナ上がった。よし。で、まあまあまあ。で、スタミナのもう一回シャッフル。変化球もある。しっかり、お、あ、いい感じかな。ほい。一つ宝箱諦めるかな。無理だな。一つ諦める。で、カットボール、パーム、シュート。なんか面白い選手になった。で、球速取ってゴール。ラストステージ5、体力16で勝負。もうちょっと宝箱がいいとこあればな。しかし今の俺は一体何をやらかすかがわからん。とんでもないことをやらかすフラグが今すごい。お、スライダー方向伸びた。いいね、岩瀬海さん。はい、岩瀬海ってなんだ、野球偉人ね。お、いいね。奪三振はいいわ、かなり。宝箱。微妙。安いな、回復。結構それを頼りにしてたんだけど。とりあえずこれで、ほいと。かぶっちゃった。で、シャッフル。狙うは宝箱。これ怖いよ。いや、俺は勝負をかける。これで宝箱が近くに来る。俺は送信。1、2、3で終わりかな。あ、待った、カレンさんが危ねえ。これ万が一これ右来たら最悪だもんな。あー、くそ。でもこの変化球、総変化量が6-11か。1、2、3で終わりだもんな。くそ。いや、いった。あー、ダメだ。結局会えないんだったらいいや。ゴール。でもあの度胸は認めてほしい。なん、誰だ、一体これは誰なんだろう。パーム？パーム？球速も結局なんかあんまり伸びなかったもんな、残念ながら。そうですね。
135キロか。中すぎだもんな、この能力だったら多分。抑えか、あるいは。スライダー。あ、ダメだ。ね。やっぱりね、リクエスト来る人は大体結構な球速あるんすよね。そうなると。ちょっとこの中にはいなさそうだな。そんな感じが否めない。そうだよね、球速。これ、あ、いるかも。どうかわかんないけど、ちょっとこれだな。ちょっとまあ、これは視聴者の皆さんの判断に委ねます。漫画キャプテンより、谷口高尾選手。多分キャプテンってなんかね、なんだろう。舞台が高校野球家だったと思うんだよね。そう考えれば、割とありっちゃありなんじゃないかな。おい。じゃあこれで、リクエストしてくれた方は藤原海さんということで。じゃあ名前変えておきましょう。それで行きましょうか。そしたら。高校球児135は、でもまあ、どうなんだろう。キャプテン読んだことないからわかんないけどね。谷口、で、カタカナで、高尾と。これでいいのかな多分。で、右投げ右打ち通したね。オッケー、はい。じゃあ、完成にしましょう。登板タイプはどうしよう。先発で行くか。多分、先発だと思うんだ。まあ、53投で、まあ、いろいろやってくれると思うんだよね。ということで、こんな感じでアップロードしておきたいと思います。まあ、球速はないものの、総変化量2桁と、なんか優れた特殊能力というところがメリットなのかなと思います。アップロードしておきましょう。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあ早速、1年間回してみてどんな成績なのかを見ていきましょう。ほい、1年間回してみた結果です。意外と投げた投球回数130回。まあ、線虫タイプで使ってみました。スタミナがまあ D なんで。防御率 2.49、7勝6敗勝ち越しの2ホールド3セーブと。かなり大回転でしたね。頑張りました。うん。いいんじゃーん。防御率も高いし 2.49。悪くないよね。オッケー。35登板。そのうち23先発登板っていう感じ。1完封してんだ。お見事じゃない。スタミナ D でも完封できんだね。うん。非常に僕はちょっといい方かなと思います。奪三振も多いわ。86。まあ、奪三振持ちだからね。パームの、という決め球があるのもでかいかもしれないですね。もしかしたら。うん。よし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 。かなり、僕としては手応えがあります。ありました。本当に、ちょっといいピッチャーができたと思います。あと球速があればな、いい中継ぎとかになったんでしょうけど。まあ、ということで、気に入っていただけた方は、チャンネル登録、高評価、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。リクエストをする場合は、まず動画概要欄を読んでください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。